習志野のボードゲステーションに来ております。はい、じゃあ今日もね、ボードゲームの方やっていきたいと思います。はい、まあなんとなく何やろうかなっていうのを今決めてるんで、今日並べてみたやつね。そうですね、まあ、これまた一つずつやっていきたいと思いますので、はい、じゃあ楽しんで、楽しんで、楽しんで、はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ第2弾、最初のゲームはガイスターというものをやっていきます。ちょっとね、最初ルール説明からしていきます。はい、まずマップはこんな感じで、ちょっとこっちサイドから撮ってもらうと色がね2色あります。赤と青で、そうするとこっちから見ると相手の赤か青かっていうのは見えないじゃないですか。確かに全く見えない、そう、全く見えない状態で、ルールとしては、まあ、このお化けを、まあ、一マスずつね一旦ずつ進めていくんですけれども、目的としては青のお化けをここを通過させるかここを通過させるかすると、まず勝ちます。でちなみに赤はここを通過できないんで、赤を通過させようとしても、無駄です。でじゃあ赤ね、何のためにあるのかというと、赤が進んできましたと。でこれって相手側には分かんないじゃないですか、色が見えないんで。そうですね。で、あ、赤が来た、やばいってなった時に赤を取ろうとするんですよ。取ります。いや、そうすると 赤だと。でこの赤を3つ取っちゃうと負けなんですよ。4つ、あ、そうです、4つずつあるんで、そう、4つ取っちゃうと負けなので、ポイントとしては青を通過させに行くか赤を動かして取らせに行くか、どう相手に取らせるかっていうところが肝になりますんで、まあ、これをねうまく相手の心理を読みつつ、赤来てるかな青来てるかなっていうのを読みつつそうですね、基本的に駒が動けるのは一歩、前、横、後ろ、斜めは無理ですね。うん、前後左右で、前後左右に1個ずつしか動けない、全部の駒が同じ動きしかできないので、基本的な初期配置っていうのは全部自由なので。じゃあ俺と、マキナちゃんでいきますか。負けへんで。あ、じゃあ配置変えて。はい、俺はもうこれで。じゃあね、私はね、これ両方見えてるとすげえ楽しいですよね。こうかな。OK。OK ですね。じゃあ先攻、ここはもうじゃんけんとかでもね。はい。最初はグー、じゃんけんぽん。はい、これでしょ。やったー。いいよ、最初。お、スタート。スタート。はい。はい。はい、はいはい、性格出ますね。はい、はい、まあいいでしょ。取ったのは青。ちなみにこれ相手の青を4つ取っても勝ちです。おお、もう攻められないですからね、その後は。はいはいミカエさん、それあった。はい、はい、いいでしょう。あっただと思った。はい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 よし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 だけど、こいつやっこいつこれでしょ、進んでこない。はい、進んでこない。進んでこない。は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 い。ちょっとだけ。お、青。これで青が。2つ。三上さん、残り青2つ取られたら負けですよ。はいはい赤、うん、いや、でもやるしかない。はい、わー、一巡待って、ちょっと赤っ
ぽいなーって空気を出してた。ね、あ、ここに先に来たらここにあると取られちゃうじゃないですか。でも先に来てもらえればこっちから取りに行っても平気じゃないですか。これは、うん、素直な人が負けるね。見てみたら素直。そうそうそう、素直な人が負ける。素直に、そういう、そうそうそう、なんか素直にやっていくと負けるゲームだね。何でも聞いてあげる。というわけで第1ラウンドは、はい、マギアさんの勝利です。やったじゃあちょっとひねくれ者入っていいですか。ひねくれ者、はい、よいしょ。お、あ、私ちょっと、赤、赤と青と赤4つ、青、青、もう1個、はい、はい、これの配置はじゃあこんな感じにしようかな。おこれ性格出ますよね、ここで。そうですね。はい、よし、じゃあお願いします。お願いします。じゃんけんほい、あいこでしょ、あいこでしょ。おー、はい、おはい、じゃあ、すごい勢ぞろいしてる。え、どういうこと。ここが一列一列揃ってるなと思って。おー、そういう布陣か。まあいいでしょう、取りましょう。でしょうね。はい、と思って取っています。はい。はい、これ考えてるのは結構無言になりますね。まあこれもそうなんだろうなと思いながら。じゃあ僕はこれを取ります。はい、どうぞ。あー、赤だ。僕はあと赤2つ取らせればいいですね。うん、そうですね。はいはい、戻ったよ。いける気がする。あ、取られた。あー、あと1個だ。よしよし。あ、そういう感じですね。あ、なんか3つ、赤3つ揃ってる。うん、でもね、突き抜ければ勝てるからね。でもまだ青。そうですね、そうですね。じゃあ突き抜けていこうかな。よいしょ。あ、赤2つ。あ、赤3つと2つか。うん、そうだな。で、うん、うん、強気だね。強気だな。勝ち出し、これ赤だったら勝ちですからね、俺ね。そうですね。どっちかな。どうぞ。どうぞ。イエーイ。やられた。それはね、でも、赤だったら俺負けるよな。
シャははー誰青おお、ね、これはこいつが動けなかったのもこいつ赤ですもんねありがとうございます。わでわここまで来ても動けなかったらもう赤ってバレちゃいますからね。バレちゃいますからね。うん、悔しい。っていうね。じゃあ三上さん。VS 三上さん。素直の三上さん VS 意地悪な。意地悪な石川さん。さて初期配置。俺初期配置あの前線が全部青だったんですよ。あーかなと思いました、うん、っていうねよしこれでいこうかな今回おいやでもやっぱりこうでしょこうでしょ、うん、素直かこうでしょこうでしょ完璧さっき大した配置変わってねえな俺俺見てるから最初はグー、じゃんけん、ボイ、はい、ショっていうのは一応考えた。これは赤なんだなって一応思わせといて。いやー恥ずかしい。ここ進んだのがね、やっぱね、でかかった。これこのまま行ったら取られるなって思ったから、これ動いたのがね、でかかったですね。戦略的に。今回ちょっと戦略考えました。楽しい。これはいい。っていうね、ガイスター。面白いですね、うん、この駒の形も可愛いですよね。このおばけちゃんたちがキュッてしてるのがこれ相手から全く見えないっていうのがまた肝ですよね、うん、そうですね、可愛い、まあ、1対1で結構盛り上がる、うん、チェスとか将棋がめちゃめちゃ強い人でもこれなら勝てる、うん、性格ね、あとね性格だぜ、性格出ますね。俺三上さんそんなことしないと信じてたのに2回目は考えたよ、信じてたのに裏切られたかったんですよ。まあこう1対1で、まあ、めちゃめちゃこう、うん、何回でもできる、そうですね、うん、サクッと終わるしね、相手が納得できるまでずっと何度でもできる、サクッとできるから、はい、かなりおすすめです。欲しいなぁ。そうこれ普通にあのこれ輸入版のダイスターっていうやつなんですけど、普通に日本のアマゾンとかでも2000円ぐらいで売ってるんで。あ、そうなんですね、うん、ちなみにこれアレックス・ランドルフさんっていうあのボードゲーム会社かなり有名な、あの人ね、知らないでしょアレックス・ランドルフね、っていうから作ったもうすごい有名なあーゲームなんで、ぜひ遊んでみてください。多分この辺にこうアマゾンでこうこうこの辺に貼、はい、ってくれると思う、はい、ガイスターでした。ありがとうございます。